というわけで、いよいよ最終審査が近づいてきましたが、歌のレッスン、みんな本当に頑張っていたなと率直に思いましたね。一番印象に残ったのはやっぱレオちゃんかな。結構声量もボリュームもあってすごくインパクトに残るというか、そして一番気になったのはそれよりもももちゃんのエクステでした。ももちゃんショートカットに、ミスコンに向けてショートカットにしたんじゃなかったでしたっけ。張り切って切ってきましたっていうのを覚えてるんですけど、ちょっとやっぱ気になっちゃいましたね。取っちゃった方がいいんじゃないかなって思います。なんかバッサリ言ってたももちゃんがすごく私はかっこよく印象に残ってたから、あの審査の時にすごく思いましたっていうところですね。今回はこんなものを用意しました。ファイナリストを送る応援メッセージ。ファイナリストのみんなには応援してくれる人がたくさんいると思うんですけれども、中でも一番の応援者であるご家族の皆さんに本人への応援メッセージを送ってもらいました。では早速見てみましょう。高見彩香の母です。はじめは反対して彩香を泣かせたこともありましたが、彩香の自分を変えてみたいという思いに心を動かされました。一度しかない人生の今を全力で楽しんでください。応援してます。いや、私普通に一本目にして感動しちゃってしちゃってんですけど、普通にアーチュンもお母さんを説得してるの、なんか今聞いた限りの参加だったんだろうなって思いましたけど、いや私こんなお母さんに送られたら泣いちゃうもん。いやすげえ、アーチュンいいお母さんだな、本当。こんな感じか、これ大丈夫かな。作天の母です。私が勝手にボボタンを押した日から作の生活が一変してしまいました。何の目標も夢もなく、毎日が楽しければで自由に過ごしていた作には、毎日が努力で東京に一人で行ったり、レッスンも飲み込みが遅いから苦労しながらも頑張っています。でも今の努力は作には大きな財産になると思うし、応援してくれる人、周りのスタッフさんとかいろんな人が動いてくれて今の自分があるんだなと感謝を忘れず、笑顔全開3月22日迎えてください。やっぱなんかこう、作天は関西人だからお母さんもこう結構明るいキャラクターと見受けられたというか、なんかそんな明るいパワーを作天が似てるものももちろんあるしっていうのは、すごく映像一つで伝わってくるのはさすが親子だなって、やっぱ素晴らしいわ。どんどん私がハートがキュ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 されちゃって今やばい。青ピの母と兄です。女子高生ミツコンの合宿に参加させていただいてから2ヶ月、いろいろ体験し落ち込んだこともありましたが、前向きになれることもたくさんあったように思います。ニコニコしてるもん。本来の青ピは明るくポジティブなのですが、恥ずかしがり屋なので本番では緊張せず楽しんでくれたらなと思います。せーの、頑張れいいね。最後の頑張れ相当良かったんですけど、こうなんか打ち合わせしてるけどやっぱ映像撮り慣れてないから聞こえてない感じ。しかも犬がいるっていうお兄ちゃんに似てますね。お兄ちゃんちょっとお兄ちゃんイケメンじゃんと思った。しかも普通にお兄ちゃんイケメンすぎてビビったというか。リコの母です。トモです。おばあちゃん、いろんなプレッシャーもあると思うけど、応援してくれてる皆さんに感謝して、あと少し後悔のないように頑張ってください。頑張ってね。いいおばあちゃん、頑張ってね。あれ抱っこしておばあちゃんがペロペロ舐められるから犬の方が気になっちゃって、もう全然カメラ目線くれなかったですけど、でもお母さん若いっすね。やっぱ似てたお母さんにかな。リコピンはね、ちょっとおばあちゃんが出てくることとこ良かったです。あとおばあちゃん子なんでとてもほっこりしました。お父さん
もっととりあえずしてます。こんばんは。こんばんは。ハスミンこと双葉ハスミの父です。とても誠実な方なんだろうな。まずは、今まで応援してくださった方々、そして、女子高生ですか。関係者の方々、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。いよいよ、決勝が近づいています。あ、超人としちゃってるわ。毎週、レッスンに通っている、娘の姿、そして同じファイナリストに選ばれた、皆さんの姿を見て、とても感動しております。またとない、機会をいただいたので、残り数日間、精一杯ですね、頑張って、結果はどうであれ、思い出に残る、最高の時間を過ごしてもらいたいと思います。ではファイナリストの皆さん、そしてハスミ、最後まで一生懸命頑張ってください。頑張って。ありがとうございます。お父さん人類しちゃったの。素敵なお父さん、なんか優しそうな、なんかしかもお父さんがハスミンっていうのがいいですね。なんかね、なんかちゃんと女子高生ミスコンのあだ名で呼んでるお父さんがとてもなんか少し可愛らしく思えたと言いますか。なんかすごいな、トラらたっちゃった、ガチでちょっとうるっときちゃったし、これ持たないわ私、これダメだ。せーの、お父ちです。母です。兄です。兄2人、せーの、いとこです。親戚大集合。せーの、愛ゆグランプリ目指して頑張れ。イエーイ、かわいい、かわいい、かわいい、まゆー頑張れ。あー、かわいい。いや、なんかすごいいいっすね、沖縄っぽくて。やっぱあんな集合するのって沖縄の通りのイメージというか、親戚みんなでお姉ちゃんのことを応援してるというか、すごいいいっすね、ああいうのもあれで。いやー、すごい素晴らしい、家族の応援メッセージでしたね。ちょっと今までのこのミスコンのやってる、やらせてもらってる中で一番いい企画でした、マジで。本当に楽しいものを見せてもらった気がします。本当にありが、皆さんありがとうございます。本当にご協力本当にありがとうございました。次回はいよいよ本番まで残り2回、全国ファイナル演技審査の全貌が明らかに。